今日はつくねスープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、つくねスープを作っていきたいと思います。今回鶏ひき肉を使ってつくねを作って、それをスープにしていくんですけれども、つくねがですね、ふわふわでとても柔らかい仕上がりになる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにつくねの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ひき肉、しいたけ、長ネギ、生姜、片栗粉、お醤油、オイスターソース、お砂糖、鶏ガラスープの素、マヨネーズ、ごま油、こちらの材料でつくねを作っていきます。まずお肉なんですが、こちら鶏ひき肉を使っていきます。お好みで豚ひき肉や合いびき肉などで作っていただいても美味しいと思います。そして今回ですね、つくねの中にしいたけと長ネギと生姜を入れていきます。しいたけを入れていただくと、しいたけの旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。長ネギに関しましては、こちらは玉ねぎで代用していただいても OK です。そして味付けのポイントです。今回オイスターソースとお砂糖を加えていきます。オイスターソースはですね、旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。お砂糖を加えると、お砂糖のコクが加わって味わい深いつくねに仕上がります。そしてあとはですね、つくねをふわっと柔らかい食感に仕上げるために、片栗粉とマヨネーズを加えていきます。この2つを加えていただくと、ふわふわな美味しいつくねに仕上がります。それでは続いてスープの材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、もやし、人参、小ネギ、お水、みりん、白だし、お味噌、こちらの材料を使って作っていきます。まずスープなんですが、今回白菜、もやし、人参、小ネギを入れていきます。小ネギはこちらトッピングで使用していきます。この具材に関しましては、お好みのものを入れていただいて OK です。ニラなど入れていただいても美味しいと思います。そして味付けなんですが、今回白だし、お味噌、みりん、こちらの3つの材料で味付けしていきます。お味噌に関しましては、合わせ味噌を使っていきます。いろんなね、種類があると思うんですが、おすすめは合わせ味噌です。今回白だしなんですが、8倍濃縮を使っていきます。白だしはいろんな濃縮タイプがあると思いますので、この白だしの量はお好みで調整してください。ということで早速作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに具材のお野菜から切っていきます。最初はね、椎茸を切ります。椎茸は軸の部分をまず切り落としてください。そして椎茸はみじん切りにしていきます。切りやすい方法でね、みじん切りにしてみてください。はい、このようにみじん切りにします。軸の部分に関しましては、こちら先端の乾燥してる部分は切り落として、そしてこちらもね、みじん切りにしてください。はい、椎茸はこれで OK です。続いて長ネギを切ります。こちらもみじん切りにしていきます。やりやすい方法でみじん切りにしてください。では切っていきます。はい、長ネギはこれで OK です。続いて生姜ですね。こちらはまずね、皮を剥きます。そして生姜も同じようにみじん切りにしてください。はい、生姜はこれで OK です。それでは続いてスープの具材を作っていきます。まず白菜ですね、こちら根元を切り落とします。そして大体ね、1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。そしたらザルに入れて、そしてもやしも一緒に入れて、そしてこの2つをさっと水洗いします。はい、そしてあとはこのまま水を切っておいてください。では続いて人参ですね。人参はまず皮を剥きます。そしたらまずね、薄切りにしましょう。はい、であとはですね、縦にしてこのまま細切りにしていきます。人参はこれで OK です。では続いてトッピングの小ネギですね。こちら根元を切り落とします。そして半分に切って、また半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしましょう。こ
小ネギはこのように切っておいてください。では続いてつくねを作っていきます。まずボウルに鶏ひき肉を入れてください。そしてここにまずお砂糖を加えます。そしてまずね、砂糖をしっかりすり込んでください。最初にお砂糖を入れておかないと砂糖のコクがうまくお肉に入っていかないので、一番初めにねお砂糖を揉み込んでください。はい、OK です。そしたら続いてここにお醤油、そしてオイスターソース、鶏ガラスープの素、あとはマヨネーズ、そしてごま油と、あとは片栗粉を加えます。そしてしっかり揉み込んでください。はい、このようにしっかり混ぜれば OK です。それでは続いてここに長ネギと、あとは椎茸、そして生姜を入れます。そしてふわっと混ぜていきましょう。あんまりね、ギュッギュッとやってしまうと野菜から水分が出てきてしまうので、ふわふわっと混ぜるようにしてください。はい、肉だねはこれで完成です。ではお鍋を用意してください。まずここにお水を入れます。そしてここにみりんと、あとは白だしを加えてください。そして火にかけます。火加減中火です。一度こちらを沸騰させてください。時折ね、混ぜながら沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここに肉だねをスプーンですくって入れていきます。大きさはね、お好みの大きさにしていただいて OK です。今回ね、肉だねが10個できてます。こちらは大きさによって変わってくるので目安にしてください。そしたらこのまま火加減弱めの中火にしてください。そして一度つくねに火を通していきます。だいたいこのまま3分ほど煮込んでください。はい、今ね3分ほど経ちました。そしたらここにお野菜を入れていきます。白菜ともやしと、あとは人参ですね、こちらを入れます。そして一度よく混ぜましょう。はい、でよく混ぜたら火加減中火にして一度沸騰させます。はい、でこれで沸騰したら火加減弱火にして蓋をします。そしてこのまま10分間煮込んでください。はい、10分経ちました。蓋を開けます。一度混ぜていただいて、白菜にもねきちんと火が通ってれば OK です。そしたら火を止めてください。そしてですね、最後お味噌を加えていきます。味噌はですね、必ず火を止めた状態で入れてください。このようにお玉で溶いてから入れましょう。そして混ぜます。入れたらですね、もう一度火にかけて沸騰直前まで温めてください。はい、 OK です。あとはですね、器に盛って小ネギをかけて仕上げていきます。はい、これでつくねスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、お好みで小ネギを散らして召し上がってください。つくねはこのようにね、すごくふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。つくねがすっごくふわふわです。口の中に入れた瞬間にほろっとね、とろける感じです。おいしい。そしてね、このスープもね、お肉とね、椎茸の旨味が出ててすごくおいしいです。このお味噌もいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のつくねスープのポイントです。まずつくねに関しましては、今回鶏ひき肉を使ってます。お好みで豚ひき肉や、あとは合いびき肉でもね、美味しく召し上がっていただけると思います。まずね、つくねの肉だねのポイントなんですが、つくねをふわっと柔らかい仕上がりにするために、今回片栗粉とマヨネーズを加えてます。この2つを加えていただくと、肉だねがね、本当にふわふわで柔らかい仕上がりになります。ぜひ入れて作ってみてください。あとは肉だねの味付けのポイントに、お砂糖とオイスターソースを加えてます。この2つを加えていただくと、味わい深いとても美味しいつくねに仕上がります。そして今回ひき肉以外に長ネギと椎茸を加えてます。椎茸を入れていただくと、スープにね、椎茸の旨味も出るので、とても美味しい仕上がりになります。長ネギに関しましては、こちらはね、玉ねぎで代用していただいても OK です。
そして肉ダネを作る時なんですが、まず一番初めにお砂糖を加えてこねてください。砂糖はね、他の調味料と一緒に入れてしまうとなかなかね、肉ダネに浸透していかないので、必ず一番初めに加えるようにしてください。そしてスープを作る時なんですが、まずお水とお味噌以外の調味料を加えて沸騰させてください。沸騰したらスプーンでね、肉ダネをすくって入れてください。今回ね、全部でつくねは10個できてるんですが、こちらは大きさによって変わってくると思いますので、目安にしてみてください。そしてつくねを入れてからだいたい3分ほど経ったら、その後お野菜を入れてください。野菜に関しましては、今回白菜、もやし、人参、こちらの3つを入れてます。この野菜に関しましては、お好みのものを入れていただいて OK です。溶き卵を入れても美味しいので、こちらはお好みでやってみてください。そして最後、煮込み終わった後は一旦火を止めてお味噌を加えてください。味噌はね、沸騰させてしまうと風味が軽減してしまいますので、必ず火を止めた状態で加えるようにしてください。あとは味見をして、お好みで味の濃さは調整していただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。つくねがふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はつくねスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。